はい、皆さんどうも、ミッサローです。女の子と密室にいたら〇〇しちゃうかもしれない番外編。こちら、公式サイトのウェブ専用ゲームとなってます。翼が猫と出会ったら。こちらをちょっとやってみたいなと思います。ちょっと出してよ。どんどん、どんどん、どん、どどどどどん。なんだ。突然の騒音に俺は昼寝から飛び起きた。急いで物陰に隠れると、そっと詐欺の方向を覗き見る。すると女の子が見えた。こんな薄暗くてホコリっぽい場所に何の用だろう。っていうか、どうしてそんなに必死に扉を叩いているんだ。とりあえず俺には危険が及びそうもないので、ひとまず安心してその子の様子を観察する。人間の女の子、当たり前だ。他にうじゃうじゃいるやつらと同じ服を着ている。きっとこの学校の生徒ってやつなんだろう。これ確かね、普通のゲームの方とちょっとね、内容が違うらしいんだよね。内容っていうか、操作方法かな。俺はこの体育倉庫に縄張りしている。猫。あ、自分が猫か。縄張りって言っても本当のところはここにしか居場所がないってだけなんだけどさ。日当たりが良くて埃っぽくもない一等地は、だいたいジャイアンの縄張りだ。ジャイアンっていうのはこの辺りのボス猫だ。チコールなんかとは全然違う超巨大猫で、なんと体長1メートルもある。1メートル?でけえな。あ、もうなんなのよ、あいつら。私もバカだな。野球部の連中のあんな嘘に乗せられちゃって。でも閉じ込めるって何よ。エースのやつ意味わかんない。あ、これじゃあ翼ちゃんの初めてのあれの時ですね。女の子が悔しそうに何やらブツブツつぶやいている。俺がじっとその女の子を観察していたら、くるっとおもむろにその子が振り返った。え、猫?女の子が目を大きく見開き、やばい、逃げなきゃ。だけどあの女、そいつはかわいい。あ、そっか、ウェブ版だとちょっと動いてくんないのかと叫びながら駆け寄ってきた。俺は地地から柵の上に飛び乗る。おい、怖くないよ、降りといでよ。あと声聞きたかったよ。そいつは残念そうに俺を見上げながら、それでも手招きしたりしている。人間の女の子ってのはどうして俺ら猫を見ると触りたがるんだ。可愛いんだよ。俺は人間に触られるのは大嫌いだ。君痩せてるね。ノラかな。ほっとけ、どうせ栄養足りてねえよ。精一杯ガンドバス感じシーッとしてシーン。俺は子供の頃に人間に捨てられてる。それ以来人間は敵なんだ。すると女の子は素晴らしそうな感じをした。ごめん。え、こいつって猫語わかるのか。にゃ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 。あ、もうせめてカバン持ってくればよかった。としたらお弁当の残りをあげられたのに。で、そうよ。そうすれば携帯だって助けだって呼べたのに。女の子はがっくりと肩を落とした。あー、もう私って本当にバカ。野球部の嘘を真に受けて何当てて飛んできちゃったんだろう。女の子の周囲の空気がどんどん重くなる。本気で落ち込んでるみたいだ。俺はクンと鼻を鳴らした。まあ俺の縄張りにいつまでもいられちゃこっちが迷惑だし、お前が出たっけになったら手伝ってやらないこともないけど。ん、どうしたの。ミヒ君、名前作られてる。ミヒ君、何かって名前つけてんだよ。俺に名前なんてねえよ。ミキ猫かなと怒鳴りかわそうとした瞬間、あれと俺は動きを止めた。なんか今超懐かしい感じがしたような。気のせいか。あ、もうなんだよ、落ち着かないな。これは訳のわからないイライラに襲われて、そわそわと棚から飛び降りた。もちろん女の子とは十分距離を取って。あ、降りてきた。女の子が嬉しそうな声を上げた。だけどもう不用意に俺に近づいてこようとはしない。ふむふむ、よろしい。こいつもちょっと遠慮を学習したらしい。もしかしたら話のわかる人間かもしれないなと思い。あのさ、俺昼寝途中だったから早く出ててほしいんだけど、どうしたらお前出られるわけ?と伝えたくて、女の子の顔と扉を交互に見ながらニャーニャーと言ってみた。すると、猫語便利だな。あ、そうだよね。私がいたら落ち着かないよね。理解する。わあ、通じた。でもごめん、出てってあげられないんだ。そう言って女の子が扉に近づくと、それをギーッと引いてみせた。ほら、南京錠、これ開けないと無理よ。なんで南京錠だよ。扉は少しだけ開いた。その隙間から女の子が言った通りに、ごっつい何かが扉が開くのを邪魔するのが見えた。監禁じゃん、これ。本当に。ああ、なんとかなんないかな。ねえ、みーくん、ここに鍵なんてない?合鍵っていうかさ。なんてね、そんなもの、都合よくあるわけないか。おや?女の子はまた、ははと笑った。だけど、その笑いはさっきほど元気がなかった。鍵?それってきっとあれだよな。あ、知ってる。先っちょにギザギザがついた、細くてちっこくてキラッとしたやつ。前に見たことがある。人間がごっつやりにそのキラッとしたやつを差し込んでガチャガチャやると、あれが外れて扉が開くんだ。俺、知ってるぞ。それと同じ形のやつ、ここにある。ちょっと片言っぽくなったね。仕方ない。そのありかを教えてやるか。俺は知らねえよ。にゃんにゃんタイム。にゃんにゃん。チュートリアル。このゲームではアドベンチャーパートの合間では簡単なミニゲームパートが挟まれます。このパートでは浮かんでいる文字を並び替えて女の子に伝えたい言葉を名詞限定を作ります。
言葉を作ったら右下にある視聴ボタンをクリックしてください。その状況に合った言葉を作ることができれば女の子にもすっさり反応を示してくれるでしょう。そうしていくうちに状況を打破できる言葉を伝えることができるはず。補足ルール1、2つ以上候補がある場合は自動で判別、箸という言葉を使った場合箸か箸を自動で判別します。補足ルール2、文字の大小を区別しない、学校と伝えたいときは学校と並び替えてください。補足ルール3、長音符は母音で代用する、ボールと伝えた場合はボール、あーなるほど、ボール、うん、ボールじゃなくてボールね。以上でチュートリアル終了します。あーなるほどね、縄、ん？全部使わなくてもいいってことだよね。縄とびしちゃう。縄跳びは特に変わったことはないみたい。マットの上に戻しておくね。すいません、それ俺の気に遊びとか丁重に頼むぞ。じゃあ違う、飛び縄あと何作れるかな。わつつなとわわわなわな松、何松、飛び松、飛び箱は使えないですね。飛び箱、縄、はい、縄、何 V サイン超かわいい、縄つけてほしいの。やめろ、俺は一生野良で生きるんだ。ダメでした。あー今日は夏いね、夏が暑いぜ。ん、それ普通だな。それにしても暑いね。そこの窓から日光、直射日光が来るからかな。そこのマットで日向ぼっこするのが俺の気になんだ。ああそういうことか、マットね、マット。いろいろじゃあ試していけばいいってことかな。成功。え、ミーク今マットって言った？ふう、やっと通じた。まったくもう背が焼けるぜ。もしかしてマットの下に合鍵があるの？でまさかね、猫が教えてくれるわけとかなんとか言いながら、女の子はもうマットの方へ歩いていた。そして、嘘あった、女の子の手には鍵ってやつが握られていた。な、あっただろ、でかしたミー君。ひょいっと体が起き上がった。気がつくと俺は女の子の上に抱き上げられていたのだった。近いよ、 VR で見たい。いやー捕まった、油断した、人間ごときに深く。俺は今日逆立ててジタバタした。嘘みたいに肉が教えてくれるなんて、やめろ、放水するな、いいな、引っかかそら、話せ話せ。ん、その時あの先を何かいい香りがくすぐった。春の日だまりみたいな、暖かいようなキラキラしたような懐かしいような香りが、なんか俺この香り前にも一度。その時またふわりと浮いた感じがして、気がつくと俺床に下ろされていた。女の子はもう扉の隙間から手を離して、例の鍵をガチャガチャとごっついのに差し込んでいた。なんだよ、なんで俺今ちょっと寂しくなってんだよ。変な気分にこなしながら俺は女の子を見守った。だけどいつまでたっても扉は開かない。女の子はしばらくガチャガチャしていたが、とうとう諦めてそれをやめた。振り返った女の子は照れたように笑っていたけど、その目はとっても悲しそうだった。惜しかったよみーくん、この鍵ここのじゃないみたい。ここのじゃないって鍵ってそんないろいろあるものなの？なんでそんなめんどくさいものを使ってるんだ人間は。はぁ、ため息をつくと女の子は反り込んでしまった。その顔にもう笑みはない。せっかくみーくんが教えてくれたのにね。ああやっぱり鍵なんて外にしかない。おい、なんでそんなに元気のない子になっちゃうんだよ。なんだか胸がざわざわして、女の子の顔を盗み見た。泣きそうだった。いたたまれない気持ちになって、俺はそいつから顔を背けた。するといつも俺が出入りしている高窓が目に入った。あ、そうか、俺が出てて鍵ってやつを探してきてやればいいのか。ふと頭の中にこの子、女の子が嬉しそうに笑う顔が浮かんだ。そしてさっきギュッてされた時に嗅いだ懐かしい香りも、ベレベレベレ。俺は頭を振って変な気持ちをやった。人間追い払ったか、人間は嫌いだ。俺はただこいつに早く縄張りから出てってほしいだけなんだ。うん、みーくん。後ろから心細げな女の子の声が追いかけてくる。だけど俺はひらりと窓枠に飛び乗ると、振り返らずにそこから外へ出た。そんなに心配するのは見つるわけじゃないんだから、すぐに俺が鍵ってやつを探してきてやるからさ。急にイケメン、ひたひたひた。長く続く四角い空間、冷たくて妙にぺったりと足の裏に張り付く床。
時々食べ物を探して忍び込むことはあるけど、何度来てもこの校舎ってやつはな、の中は慣れない。当てどなくひたひたと歩いていると、うん、なんかいい匂いがしてきた。俺の腹がグーッとなる。俺も腹減ってきたな。食べ物探しに出てきたわけじゃないけど、喧嘩が強い猫でもない俺はいつだって腹ペコなんだ。俺は匂いのする方へ駆け出した。俺いろんな女の子出てくるかな。ここだ。なんか食い物があるのか。そろりと戸の隙間から入ってみると、心ちゃんいる。違かった。女の子がいた。もちろん俺の縄張りに閉じ込められてる女の子とは別。印象が来ちゃっててれん。あいつこっちに気づいてない。もっと違っても大丈夫かも。そいつを見ながら俺はじりじり進む。そろりそろり。ふむ、食い物はあの台の上だな。飛び乗れない高さじゃない。とちょっと女の子から目を離した時だった。これかすみちゃんの方だっけ。かすみちゃんだった。ごめんね、院長じゃなかった。ごめんね。ああ。タッチペンが吹っ飛んでった。ビクン。白い手が伸びてきた。捕まる。シャーシャーボック。反射的に払った前足がそいつの手にヒットした。猫パンチ。いた。俺はそのままその場を飛び抜くと、慌てて物陰に隠れる。いたた。女の子は俺が引っかいた手を撫でさすっていた。結構しっかり爪入っちゃったらしい。ああ痛いよ、どうしよう。逆上して追いかけてきたら逆上って逆上がりがよ。心臓をバクバクさせながら物陰からチラッと様子を見る。するとごめんね、急に手を出しちゃってびっくりしたのね。なんか優しいぞ。お腹空いてるんだよね、こんなとこまで入ってきちゃって。そしてにっこりと微笑んだ。引っかかれたら普通怒るもんじゃないのか。なのにこの女の子は小皿を取ると、俺が狙ってたいい匂いの何かをそこに少しだけ取り分けた。そしてことりと俺の近くの床の上に置いた。え、くれるのか。はいどうぞ、ミルクだよ。いい匂い。これ僕にくれるの。どうしたの、美味しいよ。本当に僕にくれるんだ。でも今翼ってなってね。わーい。ふふ、かわいいな。翼ちゃんに飼われてたのかな昔。おいおい、ちょっと待って、なんだ今の記憶は。確かに随分チビの頃人間にミルクをもらったことがあるような気はするけど、っていうかなんでそれがあの体育倉庫の女の子なんだ。記憶の混乱か。突然の思い出の暴走に現状を忘れて混乱しかける俺。だけど目の前の女の子の声でまた現実に引き戻された。あのね、これを驚かしちゃったお詫び。目の前の女の子は小首をかしげながら俺に優しい眼差しで言った。床に置かれた小皿からは食い物の匂いがほわーっと立ち上っている。俺の喉がごっくりとなった。このちょっとでごめんね、まだできていないから味見だけね。これ上手にできたら私好きな人に持ってってあげようと思ってるのだから。俺はそろりと物陰から出てみた。すると女の子はさらににっこりと微笑むと、少し後ろに下がってみせる。本当に敵意はないみたいだ。引っかいたのにどうしてなんだろう。人間で生まれて間もない子猫に、子猫を箱に閉じ込めてポイッと捨てちゃうようなひどいやつもいるかといえば、引っかかれたのに食い物をくれるようなこんな不等しないやつもいる。ポンポンとじゃなかった。ほんとよくわからない。ふわんと。ノラちゃんなのね。そういうぼっちなのかな。まだ子猫ちゃんみたいなのに偉いね。ぼっちとか言うな。皿をさっと引き寄せるとペロリとひと舐。はあ、たとえちょっとでも腹に何かたまるので幸せ。それにこれうまいし。で、うまいか。なんというかこの後味、うまからずまずからず。この女の子これ好きな人に持ってくって言ってたよな。こんなのでいいのか。俺に味の手伝いしてみるか。お前に味がわかるのかよ。にゃんにゃんタイム。あのまあちょっとどれいきますか。塩いっちゃいますか。塩。あれ、塩味が足りなかったかな。うん、どっちかというと甘みが足りなかったかも。砂糖なんて入れないよ俺は。他なんかできないかな。いけるいける、オッケー。と、甘さ、まずではね、唐辛子、これかな。一味スパイスをね、加えてあげるといいんじゃないかな。唐辛子入れちゃっていいの。そうだ、俺を信じろ。そうだ、信じろ。猫ちゃんがそう言うなら、入れた。ちょっと入れすぎじゃ。じゃ、ちょっと味見するね。パク。辛い。これはいかん。どうにかして甘くしないと。砂糖で中和だ。水振るじゃあるまいし。ガトーショコラってぜひ作れないから。ガトーし。あ、ダメだ。
加藤。はい、すいませんでした。あ、ガトーだった。ガオガオ。はい、すいませんでした。サオウって。はい、じゃあ砂糖いっぱい入れて中和してください。え、砂糖。猫ちゃん今私あなたが砂糖って言ったように聞こえたんだけど。言ったよ、言いましたと思う。ああ、よかった、通じて。無理に発生したから喉がひんして砂糖。うふ、変なの。猫ちゃんにお料理のコツを教えてもらうなんて。女の子が笑った。なんというか春が来たような笑顔。もう冬です。違うな、11月だけどもう冬だよね。俺はまた顔が熱くなった。まったくどうしちゃったんだよ今日の俺は。じゃあ早速お砂糖入れてみようかな。でも唐辛子さっき入れたよね。うん、それがいい。えい、ドバーって入れるんじゃないのほら。ほらどうぞ。君も料理できない系女子か。おい、今お前ものすごい料理じゃなかったか。うんうん、だけどなんかごっきに鼻歌なんか歌いながら鍋の中身をぐるぐるかき混ぜている。ちゃんと中身入ってますか。空鍋は良くないよ。あれ衝撃的だったからね。できたみたい。ねえ猫ちゃん、また味見してくれる。あら猫ちゃん、どこ行っちゃったの。俺を探す女の声を背中で聞いた。だけど俺はもちろんその場をすたこら逃げ出していた。猫に虫歯は命取り。そしてキャー、甘い女の子の出来が後ろの方から遠く聞こえた。はい、じゃあ次のステージ。あれ、校舎の外に出ちゃったよ。鍵の手がかりもまだ見つけていないのに。だけど当てもなく探すにあの校舎の中は広すぎた。縄張りに行って戻ってあの人間の女の子に鍵がありそうな場所を聞いてみよう。そう思って俺は体育倉庫へ戻り始めた。次誰に会うかな。ただいまー。窓からスルーと中に入った俺はギュッとした。そこには、あの女の子が倒れてる。すぐ急いで後ろから襲いかかるんだ。襲いかかるんじゃない。お母さん、ねえお母さん、どうしたの。起きてよ。どうして動かなくなっちゃったの。お乳が欲しいよね、お母さん。よかった。はっと我に返り俺は女の子に駆け寄った。これあれだったら猫の方だったけどね。こいつ動かなくなっちゃうのか。俺の一番最初の記憶、あの時のお母さんみたい。あんなのやだ、もうやだ。気がつくと俺は女の子の顔をペロペロと舐めていた。嫌いなはずの人間の顔。起きろよな、起きてくれよ。眠った気にもう二度と動かなくなるってことがどういうことなのか今の俺はもう知っている。そんなの嫌なんだ。なお願いだから起きてくれよ。まあ寝てるだけじゃないかな。そう、さっきのがね、翼ちゃんの記憶だったら嫌だなと思ってさ。あれ、みーくん。お、起きた、よかった。あー、戻ってきたんだ。私寝てた。バカ野郎、居眠りしてただけは実験させんなよ。なんだかものすごく辛かったって俺ギャーギャー吠えまくった。顔が熱い、超熱い。するとふわり指の長いすべすべの手が俺の背中を優しく撫でた。そして俺この美人も初めて聞くんじゃないか。俺は女の子に抱きすくめられていた。もう怒んないでよ。こっちこそ君がどっか行っちゃって心細かったよ。ごめんね。泣き笑いみたいな顔がすぐ間近にあった。あの懐かしいようないい香りが俺の全身をふんわり包んでいた。俺はなぜだか涙が出そうになった。嬉しくてこの感覚俺知ってる。みーくん、よかった、今日も会えて。ふう、喜んでくれるの。でもそんなにペロペロされるとくすぐったいよ。今日も会えてってことは翼ちゃんに飼われてるわけではなかったってこと。捨てられてた猫の相手をしたってことなのかな。こんなことあったかい、今までの人生に。俺が混乱してると女の子が俺に話しかけ始めた。みーくんが突然出て行って行っちゃった時、私ね、みーくんはもしかして私をここから出すためにここの鍵を探しに行ってくれたのかななんて思っちゃった。そう、その通りですけど、だけど別にお前を助けたかったわけじゃないから、俺の縄張りから早く出てって欲しかっただけだからな。勘違いしないでよね。だったら合鍵はきっと生徒会室で教えておけばよかったな。だとか、みーくん頼もしいな、ちっちゃいけど私の苗手みたいだな、とかそんなこと考えてたの。そうなの、みーくん、私の苗手になってくれる。もちろんです。ともいい香りで鼻をくすぐられながら耳元で優しくささやかれて、翼ちゃん超可愛いよな。俺はたまらなくなってそいつの腕の中で暴れした。うわ、またもう暴れない。俺を抱きすくめる腕が緩まった隙に俺はバッと速攻を飛び出した。俺は人間嫌いの野良なんだ。気安く抱くのかそいつたまるか。頭がバカみたいに熱くなってる。頭がパーン。クソ、調子狂いっぱなし。俺はまたひなりと高股に飛び乗った。生徒会室だな。え、みーくん、また行っちゃうの。
さっきお前生徒会室に鍵があるって言ってただろ。それだけ今日は十分なんだよ。じゃあまた行ってくるからな。待ってろよ。みーくん、心細げにな声に俺はまだ振り返られずに、俺はそそくさと外へ出て行った。生徒会室か。人間たちが話してるのを聞いたことがある。この学校には生徒会っていう人間のボスみたいなのがいるって。しかも何人もボスいっぱいいるじゃん。知ってんのみたいな。実は俺その生徒会ってやつを一人知ってる。知ってるところが時々国も巻き上げてやってんだ。そいつに生徒会室に連れてけって言えばいい。今の時間ならきっと図書室ってとこにいるはずだ。これは院長かな、さすがに。俺はことさらに胸を張りながら校舎の中の四角い道を進んでいった。